楽しい試合でした。陛下は素晴らしい騎士をお持ちなのですね。拙者は騎士団のものではないでござる。当夜殿の許嫁でござるよ。役者がおられたのですね。え、ユミナとルー。ベルファストとレグルスの姫でござるよ。二人とも当夜殿の子でござる。ロック、私はどうすれば。予想外。いや、何をことでしょうか。恋とかそんなことは。そしてそんなことは。え、イアイさんという婚約者がいるとは思わなかったもので、なんというか、その、すいません、迷惑ですよね。はい、私、なります !7 人目になります。トーヤさんとレスティア騎士王国の第一王、反対の者は挙手を。満場一致でヒルデガルド姫を私たちの同志と認めます。心頑張ります。でもいいんでしょうか、私のようなものが。ヒルダは真面目で、かつ民のために努力を惜しまぬ立派な姫です。ホクちゃんはいつ、どこで、どうやってトーヤ君を好きになったのよ。トーヤ君を初めて見た時どう思ったのよ。トーヤ君はヒルダちゃんの視界の中でどんな感じだったのよ。私の視界かっこいいと思いました。で、ヒルダちゃんはトーヤ君に一目惚れだったのよ。一目惚れ、これがなのよ、なのよ、しかも初恋なのよ。常にトーヤ様のことが気になり、胸の奥がぎゅーっと苦しくなって。わかります。強引に戦王陛下についてきたというわけでござるか。それほどトーヤのことを